ということで本日も大西団長来てもらってます。よろしくお願いします。お願いします。ここまでウェイトやって股関節をアクティブに使うっていうパワー系のやつをやって、これだとねどうしても設置時間が長い系のものが多いので少しね設置時間を短くする、練習をしていきたいと思います。で今日はこのボックスを使ったりこの設置時間を短くしていく、例えばスピード練習したり局面で言うと中間ぐらい動きの練習をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ダッシュで行こうぜ。ボックスジャンプからボックスの上に乗ってもらって、この間に落ちて、次のボックスに乗る。で、両足揃えて、じゃん。そう、これ。で、綺麗な姿勢を作ったまま、ドン、ドン。できるだけ短い時間で、トイ、トイ。あ、おるね。はい。で、リズムよくいっていいよ。ドン、トイ、ドン、ドン。オッケーオッケー。はい。ジャンプ、トイ、トイ。煽るのって体感がないからさ。煽るのは体がずれてるからだ。片足、トン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 、はい、トン、はい。あ、ずれ。長距離選手ボックスジャンプして新鮮だね。新鮮ですよ。はい、絶対見ない。左を極端に痛くそうだ。地面に痛く痛く。片足を。はい。さあ、や、リングか。そうじゃん。リズムつけて、こう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 。あ、ボールは遅かったよね。ボックスジャンプって言われたら、だから怖がって下を向いちゃうと姿勢崩れちゃうから、背を回す。はい、じゃあ次が2ステップってやつ。降りて、こう。意外に高いで人できるんだけどできないの。負けてんの。ちょっと左足が下がる。はい、どっちも腰が引けちゃうね。で今度は飛び越え。そう、やっぱりちょっと煽り出てくるの分かる。狭い時って体の真下にこうやってつくのが分かりやすいんだけど、距離が出てくると足が先行したりしてこうついてお尻が残って、こう入って、そう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 、はい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 、あと意外にむずいのが横ジャンプで同じでさっきの横に行こうとして足とかが先行するとこうやって揺れちゃうんだ。だからついた時にこの軸がこれすごくてポンと持ってくる。結構難しい。あ、そう、ごめん、そう、あー、ごめん、そう、結構ね、手を使うのがね、難しいんです。すごい。はい、こうなる。あ、そう、降りて、乗る。はい、そう。で、こうやって、重ねた時にこれがずれないようにうまく組み合わせたり。表彰台みたい。基本はこっから行くときは結構ゼロスタートとかスタートに近くて、で上から降りるのって中間なんで、ランニング動作というか、いやもらっていくかっていうのをゼロスタートで発信する感じ。スタート局面やりたければこっから行けんし、もらう感じで跳ねたかったら降りた方が分かる。決めた方がいけるでしょ。ダッシュで行こうぜ。西スペシャル。とかボックスジャンプだけって多分やると思うんだけど、これ組み合わせで、特に設置を自由自在になんか扱えるようになってほしいって思いがあるので、子供とかによくやらせてます。でボックスは乗るんじゃなくて全部飛び越える。ボックスは距離を出すジャンプ、ハードルは上に飛ぶジャンプ、距離上、距離上、上、距離で最後ボックスに着地。いくぞ。いけ。おい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 。おう、うまい。頑張れ頑張れ頑張れ。あはははは。なるほど。そう、ほい、ちゃんと距離を飛ぶ方向だったりを変えられないと無理になっちゃう。で、あとはすごい、ケンケンでいく。ボックスは
片足、うん、ハードルは両足で、トン、トン、トン、うわむずい、むずいむずいて頭を押すトン、うわー、すげえそう、で、それが大変だそれが大変だよし、片足、そうそうよし、そうむずいスーパーマリオだで、これって結構やっぱ楽しくできるから、うん、ついつい、なんだろうな次どうしようかなみたいな工夫もできるし、うん、ちっちゃいミアアートとかもあるからこういうの使って、なんか横も行く例えば、け、け、け、と、と横行って戻ってくるみたいなのをやるとかいろんな動作ができるし、もう何より安全だから、これが当たっても痛くないでそういう意味でいろんな動きができるのでオールスタンスを使ってジャンプトレーニングをしてできるだけその時にポイントなのはこの練習で全部できるだけ短い設置時間でやるというのが大事なので、うん、時間を短くして飛んでくださいすごいやつだけどいやもうめちゃめちゃいいウォーミングアップ最後までご視聴ありがとうございましたそれでは皆さんまたのご機会にさようならあ、こっちだ